おそらく多くの企業で共働きというのが増えてきたかというふうに思いますが、重機も共働きが非常に。元にお配りしております。それでは吉野会長よろしくお願いいたします。で、いち早くあの連合が地域で動いたんですが、その時はあの公明党さんが非常によく動いていただいて、公明党さんも非常にあ考え方が近いなと。 これまではバブルはじけてから、女性正社員の仕事が非正規に置き換わってくる、そして圧倒的に非正規雇用で働く女性労働者が増えてきたということを考えますと、私たち労働組合としても、働く女性の地位を上げていく、女性が担う仕事の価値を見いだしていくということも重要になってきます。